何で来たか分かる？ここまでねえと思うんだわ。これよくあるんだわ。あのうちもやっとるでしょ。サクタリンで金利は何パー？ 20% だよ。1ヶ月で、年 240% だよ。俺弁護士に聞いた。違法じゃない。騙された払うしかないよね。もう騙されようがないでしょうが、法律の整ったやつが。おかしいよね。一人ですよね。いくらもらってないですか？8万。あの、なんか請求書が何かあります？対する請求書ちょっとまずいことになってる。まずいと払っていいんかな、こっちで。あ、いい、いいです、はい、いい。そんなんバカ買ってるもんね、買えない。何があれ？ 8 万円から前。じゃあ先月末があれですね。先月末があれかもね。何？15日で1割です。上記や民退し原告が譲与された再確定債権買取代として内を支払う契約を結んでいたが、被告は期日に原告が譲与を受けた買掛債権を使い込み、一部の内を原告に支払ったが、その後連絡取れなくなり、内は支払わず現在に至っている。よって原告を被告に対し買い取ったため、買掛債権の代金のうち内の支払いを求めると。だから前どう、まあ、なんだけどって言ったら何言ってたか、動画的にこれ土地の話になっちゃうんだなと思って。じゃあさっきのこの話もあるでしょ。もうちょっと編集さんが泣かせかな、これな。その何8万円って、ね、これでグルグルなので払い方が、いや、これではない。何グルグル無理じゃない。まだ使いすぎじゃないの。いくら使ったの月。10万、20万使ったんでしょ。全然いけない。そこそこ、そこそこ、なってるし、毎月。50万、60万。この前の出勤に一つで渡します。なんで、ま、もう、ね、待って、まあ、仕事は毎日だって忙しいでしょ。そうです。なんでそのまま、で、その分、やる上がったわけでしょ。上がってる。なんで管理は上がったの。何にかかりすぎたの。いや現場で応援だったけど、全然赤くなった。どこで、メーカーの仕事で。あ、どこの物件で。そのマンション、あの経営のやつ。あれ、あれ、な、何かかと。45人。いくらもらった。ショー、ショー、はい、あ、今でしょ。話が発展してきましたよ、視聴者の皆さん。これあの、懸念すごいひどいとこあったじゃん。いくらで渡したの？すごい渡したっけ。それが甘かったな。何かと、40万かと。じゃあ、あと消すかな。それよりでかいやつやってますか、一人。経営がかかったね。何でそんなの経営がかかったのか。経営がかかってます。ずっと入ってたんですか。ずっと入ってた。経営がすごかった。どれだけだっけねって。経営だけで8人なくて。8人だと知れてるじゃん。で、いるのに8人なくて。16人。あとはどこ行ったの。壁の上に回った。あ、その懸念した部分。あ、そうです。懸念はわかるんだけど、塗るのは何そのかかったの。3回。拭いたの。拭いてない。16プラス30人がかかったの。
壁で30かからんじゃん。壁と天井ってか30かからんじゃん。30って言ったら相当やで。結構ある、ある。いや、あるけど、だって一面でしょ、正面だけでしょ。そうですよ、正面だ。16で、40何にかかったって言ったの。45人です。45人だって、まだ29人だよね、じゃあ残り16、まあ鉄で16は分かるやん。いや、抜いたけど、もう抜いなかった。まあ8も8でしょ、鉄は。鉄の懸念が8で、その塗りが8、10、8の10ってこと、うん、で18人でしょ。そうすると引き算するといくつだ。40、考えるわ。おー、バカなんだ、バカなんだ。女が頭出てたら、緊張したら、その辺だぞ、だけども、バカやろ。22じゃないっすね。そうだろ、これ。22。視聴者の皆さん。いや、もう、あともう、あともう、本当に強い。このことやるの、最後の1回だけだよ。はい。自分が話さなかったし、どうしてもお前がかかってきたらならなかったし、昭和9年って言ったら、会社に言わなかったし、会社は別にそれ、インチキするためじゃん、もう、しょうがない。かかったのもしょうがないんだけど、ただ一つ言うのは、その、職人、応援のやつばっかりで自分も行かんと、俺行った時にいなかったんだわ。うん。それはダメだろっていう話もあってね。いや、自分がケース叩いとって、一生懸命やって、そのね、50人かかりました、40人かかりました。ああ、ちょっとなんとかしてくれないですかってわかるんだ。だけど、俺もね、頭がただ職人だけ入れといたら金になるでしょうぐらいな、ぐらいかと思うんだけど、8の10?それもそもそも最初、8は8って言ったからね。いや、18でもいいんだけど、46って言ったの?いくら、何、全部で46人かかったって言ったの ?25 です。いや、かからんじゃん。これ、トータル45人ですか?45人です。そしたらもう、頑張ればかかるってことだよね、実質経費。材料はうち持ちだけど、いや、根拠が見えんわ。で、実際俺が言った時は1人か2人ぐらいしかおらなかったね。うん。そう、何日かかったの ?10 日ぐらいかかったの?もっとかかったの ?10 日ぐらいってですか?丸2週間。丸2週間で14日間で、まあ、日曜日引いたら12日だよね。雨とか何もなくても12日で、毎日3人入っとったって36人やで。覚えてる?何人か5人入ってた。なんていうのあとは。はい?なんでそんなに入っとったの?あのところに4人も5人持ってた。段取り悪いでしょ。全員がすごい。で、経営はでも8人しかかかってないわけじゃん。で、あと掃除がすごかったのね。掃除ってそう。あの、経営の傘が。じゃあ、くちゃくちゃにしたまま帰ってとるでしょ。俺も行った時行ってやってなかったけど。うん。なにこれ今日やったのっていう感じじゃん。毎日やったことよ。お前終わらせるって。俺、汚いの嫌なんだわ。もう毎日のようにから傘が落ちてくる。経営の支障があったらもう落ちてこんじゃん。ベトコンとか、引いて、塗るときにまた落ちてくるんですよ。やってもやってもなんか。いや、意味が分からん。じゃあ、経営とかやれば落ちてこない、うん。ちゃんとやれば。いや、攻めとるんじゃないよ。なんか怒って聞くかもしれんけど。じゃあ、これ上だもんね、一番最初にやることでしょって。ただ俺はその納得することを出してくれると、もういいや、じゃあ、全員出しゃれよって。言えんよ。いや、もうそれもいいんだったらいいんだけど。もう、言っとったじゃないですか。前通りで俺に入れなかったって。それも言った方がいいんじゃないですか。人を頼まれて、まあ暇だでちょっと入れてって言って、あいろじゃ入っとけって言って、経営動きあるでって言って。そう。いや、言ったんだ。何人いるの ?5 人って、経営なんか8人とかあったんだ。5人でいたら、こうやって、1日もあったんだ。受け取るやつとか入ってるんですか?入ってなかったの?入ってないから。なんで入ってなかったの?聞こえてた。じゃあいいよ、別に。それは仕事だよ、別に関係ないんだ。きちんと責任を負ってやれや。ただこれもう責任を負えんってやってきとるもんね。じゃあ、エビデンス出せよってなるじゃん。いや、お金も、ね、超えたもんで、金出してくださいって。そこの中で俺全部出しとったら、それみんな言いやすい。で、みんな言うもん、実際俺に給料もな。いいよ、もうちょっと、まあ、なんか他に言い分があるな。どっちの言い分も聞かんと、俺も将来の言い分も。
際どれぐらい前なんですか、余分にっていうか、その頼まれて入れたんですか。結構入れてますよね。結構入れてない。違うとき、多分現場行ったときに言ったじゃないですか。そんなに人数いる入りますよ。毎日4人もいる、4人もいますよ。実際どれぐらいその頼まれて入れてるんですか。いや、まあそれさっきも言ってたよ。30人、はい、30人、そう、新しい人、名前があった、え、8さん、30人余分に入れたんですよ。余分にというか、その別に入れんでもいいなっていうふうに。あ、はい、いや、YouTube でいいよ、まずいでしょ顔出しはまずいでしょ顔出しはちょっと出しよし、はい、こうちょっとまだ45人とかから、まあ、15人くらい。これちょっと本当にちょっと雰囲気出るじゃん、ほら全然違うでしょ。でこの線をちょっと上手に、この線とこの線に合わせる。これ画角やるとちょっとずれるじゃん。で人間って見やすいのと、この線とこの線がバランスよくこうなるでしょ。へ、こういうふうに見るよね。そうすると30人くらい終わるってことですか。なんかこの辺、ここがやっぱポイントなんだ、一つね。か、まあこういうふうだよね。でもこれだとちょっとアンバランスだよ。これってバランス取れ、なんか絵的にバランス取れてる。まあ、その今の話聞くと、15人く余分に、そうそう、いろいろ、まあ、カメラ師匠、総人くらいの投稿だから、ちょうどここが2つ、15人、総原さんが筋トレ頼まれて、まあ、仕方なく入れたんですよね。で、実際頼まれて入れたのは何人くらいですか。頼まれたって言われると、まあ、なんていうの、まあ、終わるしかない話。え、終わるしかない話。日報はつけてる、つけてないです。あの LINE にグループで行けなかったんですか。チャットワークのやつやってるの。あ、作業方法はしてます。入れてる。それは普通に入れてなかった。そこなんだって、はい、みんなその前は言っとるやん、入れさせろって。こうやってなかったから人間拾えんだろ。でもずっと言ってお前怒られるとかって言ったわけよ。いや、でもそれはでもはないの、まあ、何回言っとんの私。そうでしょ。だから日報つけてないでしょ。で金子なんか言えんでしょ。でそうそうじゃん。俺じゃあ言ったら何でもないの。うん。まあでも僕はそれからは言ってない。いや今言ったじゃん。かかったんであれなんでって。いやじゃあもういいよ。でかかったなら見る。だから出るならいいなって一生懸命話したわけでしょ。で怒られたら僕金の話しませんって。いや僕はお金の話もいいんで、もう社長その話はいいですって。いやいやいや思ってやん。ちゃう、うん、あ、出るんかって最初に言えなかったです。そうでしょ。いや、ありがとう。まあ、話もそうか。まあ、それ、まあいい、まあこれは話じゃない、うん、それ、なんか書くとこあったでしょ。いや、なんか書いて弁明書みたいなのがついてるって。あ、これじゃないの。あ、答弁書か。答弁書、もう書いてあるじゃん。請求に対する答弁認めます、間違ってますって書いてあるでしょ。そんなに書いてないって。おいやああ、認めますだよね。で、私の言い分は、まあ、特にありませんでいいんじゃない。分割払いを希望します。あ、チェック入ってるじゃん。分割払い、これチェックしてるんじゃん。関係ないもんね、証拠について。だからその納得してないわけじゃないでしょ、内容については。まあ、いいですか。そうです。どうしよう、あれ8万円なんですけど。先代偉いでしょ。いいです。あ、うん、これも払っちゃって終わりですよ。いかずね。なんちゃう。先代払って終わりですか。終わりだ。それで金かかるって言ったらしょうがないじゃん。まあじゃあ、いかずでいいよ。大丈夫。まあそれか、もう半々ぐらいでしょうか。わかりました。ありがとうございます。いいね。じゃあそれもいいね。解決されるから。ちょっと弁護士も聞いてた。いや、本も入ってるもん。ただでしょ、聞いてるもん。また何か教えて。うん。お願いします。はい。はい。これちょっと、あれだな。トマトの乗せるか。どうしような。難しいよな、今日のお酒の話も。はい。そして皆さん、まあ、まとめるの悩みってないけど、まあでもね、悩みは分かるんだわ。うん。そりゃそうだよ。やっぱり一生懸命やってりゃ。いい物件もあれば悪い物件もあるから、なんか全員残る物件もあれば、そうですね。それも含めての、まあ、
現場って結局やってみると分からんから、じゃあそのまあなんかなんかお客さんの立場で見とってさ、じゃあうちの物件でパーッと残ったとかそういう人って嫌じゃん。じゃあもっと安くできたんじゃないのって、うん、そうですね、いう感じもあるし、赤字の人からしたらめちゃくちゃラッキーだし、うん、だけど請負ってもそういうことじゃん、うん、そうだろ、うん、たまたまじゃあディズニーランドできても晴れの日もあるし雨の日もあるし、うん、行ったら混んどる日もあるし空いてる日もある、だからって値段って変えれんじゃん、うん、そうです。だからまあ本当にそれと同じではないけど、まあ同じに近しいところがあるっていうか、まあそれは正直なところだよね、会社側の本音で言う、うん、まあ大体だって本当に同じようなまるっきり同じ形の家でもトラックつけるのがすごい大変だったとか、うん、道が狭くて職人の段取りが悪かったとか天候に日数かかったとかあるじゃん、うん、まあ、職人やったら分かるだろ、はい、やってみると分からんね、この改修工事ってな、うん、そうですね。気に入るな、はい、気に入ったろ今。いや、そんなことないです。心ここにあらずそこにはここにあらず、はい、だから俺は消しゴム投げてもまだ反応できないんだ。はい、わかりました。はい、はい、以上じゃない、何の話か、はい、まあまあ、頑張りましょう。まあいろいろあるけど、まあでもあの人も悪い人じゃないからな。そうですね、うん、まあ本当にそうじゃん。ちっとし、まあ割り出しない面は多々あると思うんだけど、だけどまあここまで生き残ったってことはパッパラパーではないかな、うん、それだけが今日そのフィルターされちゃったから、たまたま今日すごい悪い話が続いて、まあ一個分の話が出てるけどな、現場がどうとか、あの人が最初ちょっともらえると思ってそうです、あこれちょっと嬉しい、あ社長に言ったらもらえるかなぐらいな感じだったんじゃない。だってそれってお前らにやらせやなんだよ。で本当にかかったんだったら出したの話だ、うん、だからってもう全部は全部出さんよ。だって今日はいい時じゃん、うん、お前ら会社さんだろって。そうですね、うん、だからそれもあるのでトータルで見るけど、あんまり大変だったら多少みたいな感じだ、はい、だからまあ実際あれだとちょっと格好つけしで、まあこれ本人見てもいいと思うんだけど、いよいよ今現場ちょっと大きな入っとるやーって言って3人に頼まれてポッパーだと、まあ、なんかそんな俺に見たりして、動きは良くなかったもんな、正直、うん、さあ皆さん、明日からも今日からか、今日朝5時半なんでね、頑張って働きましょう。はい、よろしくお願いします。せーの、また見てね。もう4回もまた見てね。そういうところだと思う、はい、気合入ってねえよって言ってもお前だろう、はい、そういうところだろうお前、はい、そういうところじゃねえのかあI'm sorry.